何やら吠え立てていましたが、どうということはありません。所詮は下郎ですとも。かくして不尊なるアサシンは破れ、帝国の平和は守られました。ハッピーエンドです。ご覧いただけましたか、ご主人様。私の中で、私の力。いえいえ、これこそは私とあなた様の力です。こうして私たちが共にあれば、恐れるものなど何もありはしません。さあ、もっと触れてください、ご主人様。もっと私に絡みついて、深く熱くとろけるように。なんなら荒縄レベルで縛りつけても構わない。やっぱり優しいですね、ご主人様。私はちょっと厳しいモードなので、それがちょうどいいのかもしれません。あなたは優しく、私は厳しく、共にあってセラフのすべてを統治する。いついつまでも穏やかに、永久のさらに先の先まで。いついつまでもとは聞き捨てならんな。それは最後まで全力を出さないという意味か。おやおや、いらしていたんですね。不尊にも皇帝号を戦勝するサーバント。よもやあのアサシンを倒すとはな。セラフを恐怖で支配せんとする悪辣巫女よ。だがその横暴もこの辺りが納め時だ。知らぬ中でもなし、引導は余が渡してやろう。毒が魔鳥の千年鏡に咲き誇る花はなし。万雷の喝采、何時の知性にはいびき渡らぬと知れ。サーバントセイバー、貴様の悪逆を止めんがため、ここに降臨。公職。なんと、そこはしっかり覚えているとは。ちょっとだけ指輪をつねりたくなる私なのであった。でもそんなことはどうでもよいではないですか。あれはただの敵、私たちのエネミーなのです。というか、最初から私たちは敵同士だったのかもですよ。少なくともあなたにとってこの私はムーンセル中枢に通じる道で、ドーンと私の背中を押して月の裏側まで落としやがったあなたにとってはね。えはて、何のことやら。わからぬ、世には点でわからぬ。そうじゃよ、そなたも覚えてはいるまい。うむ、余も全く覚えてはおらぬのだが。ああ、そうそう、私ったらお話しするのを忘れておりました。実はですね、ご主人様はなぜだか精神と魂とにサクッと分かれてしまったのです。でもでも、どうかご安心くださいませ。私が何より惚れ込んでいる池玉こそあなたです。何の問題もございません。これ見逃しにイチャイチャするとは、前も変わらず脳内ピンク色よな。だがそれも終わりだ。貴様もすでに事態を把握していよう。
千年鏡だの帝国だのの世迷子とは終わりだ。今は我らが争っている場合ではない。セラフには真の脅威が迫っているのだからな。意図おかしい。貴様の言い分はそれだけか。それで、それが何だというのです。私はご主人様がいてくれればそれでよい。いいえ、ご主人様がそばにあることこそが最重要。他のすべては等しくさまつ。私とご主人様の日々のためにあらゆるすべて二栄と捧げることに何の不思議がありましょう。共闘はできぬというのだな。無念であると。嘘偽りなく余は考えを述べよう。ならばセラフを支配せんとする悪の女王を余は倒すしかない。たとえもう一人の奏者を失うことになろうとも。奏者よ、もう一つのレガリア。やはりあなたが所有者だったんですね、セイバー。ならば私もこの力を使うのにためらいはいたしませんよ、ご主人様。さあムーンセル、我らの王権を認めるならばここに月の女王たる力をよこすがよろしい。いきなり本気ときたか。ならばこちらも行くぞ。手数はこちらが上でしょう。五尺千の動きから天の動きによる猛襲、見事阻んでみせたな、キャスター。接近戦なら一気に落とせると踏んだが、さすがそうもいかぬか。とはいえこのまま攻めれば落とすのはたやすい。十中八九は余の勝ちであろうよ。しかしアサシンとの戦いに疲弊している貴様を全力で落とすのは興がそがれる。余の格が落ちるというやつだな。ここは預けよう、キャスター。次に見える刹那こそ決着の時と知るがいい。そこまでの力を持ちながら今持つがゆえに私利私欲に走るのか。貴様はこの世の終わりにあってなお警告の化粧である身を選ぶとは悲しきものよ。私利私欲、そうです、ええ、そうですとも。この私が私の愛するあなたと共に国を取るすべ、くらい、そしてそれの何が悪いというのです。